よっしゃー、こっからやってっかー。で、ここ倒しちゃおう。前回ね、こいつらに負けたんだよね。で、レベル上げしてきたんだよ。なんで、結構いい感じにみんな強くなった。喉いけ。オッケー、倒せるでしょう。こいつらマジ強い。で、前回こいつら3体も出てきたんだよね。3体でなくて、今回2体だけなんだよ。いや、でも結構強えな。全然倒せない。で、こいつさ、魔法少女じゃなかったっけ。全然魔法使わないんだけど、魔法少女もう AP だわね。魔法使ってくれよ。いけ、いいね、いいね、いいね。やだ、格段にレベル上がってます。あ、そう、こういうのしてくんだよね、こういう。ちょ、ベロニカさ、お前役立たないのに、お前があれするなよ。OK。で、ここで倒しちゃおう。いいね、神立った。で、これ乗れんじゃないかなっていう前回予想を立てて、結局勝てなかったんだよね。なんで、乗れると思う。で、いやー、飛べ、飛べ。くっそ、お前ら。お前ら、お前は、と、パパ。オッケー、いった。いや、でも結構強かったな。レベル上げてきても全然余裕では倒せなかった。で、防御もね、結構、盾とか買ったんだよね。ほら、乗れる。スカルライダー型の乗り物に乗ると床だけでなく壁も縦横無尽に歩き回ることができます。障害物であれば壁を歩いて乗り越えてみましょう。オッケー、行くぞ。おー、楽しい。こっちがね、この化け物乗んないといけなかったんで、よし、行こう。これジャンプできないのかな。いや、ちょ、降りない降りない。あー、やっちゃった。あ、いない。やべ、これやっちゃったんじゃない。まあいいや、もう用済みだ。あ、これ上がってくるだけなんだ。そうだね。上がってくるようで別に。あ、で、これ落とし穴だな。必須ってわけじゃないんで、あれを使ってどうにかするみたいな。これも落とし穴だな。こっちだね。ちょっと床で若干わかるよね。落とし穴かそうでないかみたいな。で、こっちはなんだろう。待ってね。こっち行ってないからちょっと行ってみよう。お、いいね。宝箱あんじゃん。オッケー。あ、これが繋がってたのか。前回ここに落ちたんだよね。いい、なんとなく分かってきた。で、歩いて、歩いて。で、ちゃんと下見よう。下のマップ見てるけど、上の下見よう。上の足元見よう。いや、いけるね。こっちはいける。あ、いいね。宝箱ゲッチュ。あ、いいね。金鉱石。どっちだ？こっちはいけるね。いけるけど、行く意味はないけど、一応マップを開くって意味で行こう。OK。で、こっちもいけるね。いけるいける。で、ここがいけないのか。で、上はいけるね。あ、これ新しいとこだけど、多分行く前にこっち側見ておきたいな。そうだね。いい判断。うん。で、いいね、いいね。行っちゃおう。次のステージへ。あ、で、その前にちょっと、これさ、これやってる間って攻撃してこないのかな。これで、道具で、銃で、薬草でちょっと回復しとこう。OK。いいね。これで行きましょう。いいぞ。お、来た！ここは、お、なんかあるね。なんだろうこれ。こんなところに泉があるなんてな。あ、あれはいたか。妹、妹をね、探しに来てんだよね。これか、なんか妹の方でかくねえか。せんや、せんやったらちょっとしっかりしてよ。せんやでかくね。せんや、こいつがお前の妹だって。ん？どんな時もずっと一緒だって約束したじゃない。ねえ、返事してよ、せいな。やっぱりこの子、コナン君みたいに幼児化したんでしょうね、きっと。なんかそんな感じが。お、起きましたね。すみません。私、人を探していて疲れて水のそばで休んでいたらそのまま眠ってしまうようですわ。お姉様、なんというおいたわしい姿に。あ、生きてたね。え、あ、あんた、私がわかるの？何年もお姉様の妹をしてますもの。ちょっとお姿を変わったぐらいで間違えたりしませんよ。あ、な、姿変えてんのこれ。な、全然幼児化じゃないんだ、きっと。もう紛らわしい倒れ方しないでよ。私、てっきりあんたが。激おこですね、激おこ。なあ、取り込み中のところ悪いが、せんやってのはお前の妹なんだろう。一体どういうことだ。ん？どうなんだ。実は、私とこの子は双子なの。
こんな見た目になっちゃったのは深いわけがあるのよ。私をさらった魔物はね、ここをアジトにしてたくさんの人をさらっては魔力を吸い取って集めていたの。魔力を吸い尽くされないようにこらえていたらどんどん年齢の方も吸い取られていたみたい。それで今はこの、ああ全然違ったね。アポトキシン4869だっけ、あれじゃなかった。つまりこう見えて私はれっきとした年頃のお姉さんなの。これからは子供扱いしないでよね。それは分かったけどさ、お前体がそんな状態じゃこの先やっていけないじゃないか。そうよ、だからあんたたちにはあの魔物から魔力を取り戻すまで付き合ってもらうわ。お、いいでしょう。お、妹さん礼儀正しいですね。いいでしょう。私からもお願いいたします。回復呪文で皆様の手、あ、いいね、助かる。回復呪文は結構ね、援護系いてくれると助かるよね。この赤い子何もしないからね、本当に。ここに見えるは回復の泉、人たち飲めばたちまち元気みなぎるありがたき奇跡の泉なり。はい。あ、なんでさっきもったいね、薬草使っちゃったもん。ほんとに言ってくれよ。で行こう。でここも多分下落ちんじゃないかな、気をつけないと。あ、あるね、見よう。ん、行き止まりだ。あ、か、扉あったわ。はい、これは基本的にムービーが入る感じになってんのかな。ん、おっといけねえ、ここを通るには合言葉が必要だったな。そうだ、闇心あれば影心、ちょい覚えづれな。闇心あれば影心、これ使うんじゃないかな。いきまーす。はい。ああ、なんだ、なんか覚えてなんか入力するのかなと思ったら自動的かよ。あ、でこの先いるかな、もう敵。うわな、うわ、でっけえのいんな。俺があれだけ注意してたのに獲物に逃げられやがって。ごめんなさいじゃ済まさねえんだよ。あのベロニカという女はただものじゃねえ。桁外れの力と極上の素質を秘めた、年に何年に一度現れるかわからない逸材だった。あ、なんだっけこいつ、伝電流ではないね、の色違い。あの女の魔力を全部収めさえすればいずれ現れる魔王様の右上になれただろうに。それを、それをお前らは。これなんかどっかでもこのセリフなかったっけ。魔王だって、間違いないわ。あの魔物たち、ホムラの里で虫風呂に入っていた私をここまでさらってきた奴らよ。あの竜のそばに大きな壺があるでしょう。私の奪われた魔力はそこにみっちり閉じ込められているはず。ちょ、超えてなかった。なるほど、あの壺の中にお前の魔力が。さてどうしたもんかな。やばいぞ、やばいぞ、後ろにいるぞ。お姉様、あれ、このどんな声でやってたっけ。あ、来ましたね、これでバトル。ただあの電電流色違いに勝てる気しないな。あ、なんだおめえらは。このデンダ様のアジトに勝手に入り込みやがって。デンダっていうの。あは、なるほど、おめえらは俺が取り逃した獲物をわざわざ届けに来てくれたってわけか。家宝をぶち切れて待てとはこのことよ。さあ野郎ども、仕事の時間だ。こいつらの魔力全部吸い尽くしてやるぞ。バトルか、こうなったらやるしかねえな。油断するなよ。いや、これ4対4人出てくるかな。そしたら結構きつい。いや、マジか、きついな。こう全体攻撃ないんだよな。どうしよう。メラ敵一体をギラ、違うな、これ全体攻撃欲しいな。どうしよう、とりあえず雑魚処理。あ、ドラゴン切りでこいつドラゴンじゃね。いやでも雑魚処理しといた方がいい気がすんな、こいつより。この判断は間違ってる気がする。いやでもダメージ40も出んのか、いて、40はでかいな。どうしよう、いて、お姉様、ちょ回復して。お姉様、ちょ、この2人しかやんないの。いいね、お姉様、あざーす。いや、ちょ、この二人に攻撃してよ。いや、これ、さ、デブ落とそう、こいつ、デンダ落とそう。ドラゴン切り、そう、ドラゴン切り覚えたんだよね。が、かなり役立ってる。いいね、いいね、ベロニカ攻撃して、もうベロニカだけを攻撃してくれ。いけ、ドラゴン切り。ゾーンに入ってほしいな。いけ。ベロニカは死なないんだもんね。で、セーニャ、うわ、セーニャ、お前回復してくれ。君は攻撃しないでくれ。
回復してくれ。うわ、いいね、さすがミュール。で、連携で神が、炎、土耐性を下げ、爆発する魔法陣、敵全体、使うこれ。いや、使う、いや、迷うな、敵全体魅力的だけど、最初この、電打落として、これ、シュウがゾーンに入れば、この電打だけ落とせると思うんだよね。ただ攻撃はそんな強くない。いいね、シュウゾーンに入れ。いや、レベル上げておいてよかったな。レベル上げなかったら多分全然通用してなかったと思う。うわぁ、マジか、助かった。いや、危ない危ない危ない、これ神来てたらちょっとやばかった。いや、ゾーン入ったけど、一回回復だな、一回回復。道具、薬草、常薬草、常薬草にしようか。常薬草を神に使って、で、道具で、いや、違うな。戦うで、道具を、薬草を自分に使おう。薬草を自分に使って、神は、常薬草を自分に使おう。オッケー、これで一回戻るでしょう。で、次、ゾーン使って、この、電打を倒そう。完璧だ。危ねえ、危ねえ、寝るとこだった。オッケーオッケー、いいねいいね。あ、訪れはちょっとごめんなさい、どうしてもなっちゃうんです。いいスカルありがたい。ここで電打落としたい。で、連携でカミュに、カミュがシャドウアタックにしよう。で、シュウがドラゴン切りでこいつをいく。オッケー、完璧です。これさ、連携ってもしや先制取れんのかな、必ず。うわー、行かないか。うわ、出た。これさっきのあれだね、白い息みたいな。いけ、よしよしよしよっしゃー。と早送りします。お、いいね、終わった。お、経験値めっちゃもらえる。おー、いいですね、12レベル。なかなかいいレベルに上がってきました。で、スキルポイントは踏んなくていいや、まだ。デンダー、く、魔王の右腕にあるという俺様の野望もここでついえるのか。おい、その魔王ってのはなんだ？さっきもそんなこと言いやがったな。く、く、いずれ魔王様にやられちまうおめえらに何を教えたって目指さ。命あっての得だねとはこのことよ。グッ。でも結構余裕あったんじゃないかな。そんなギリギリの戦いでもなかった気がする。いずれ現れる魔王か。あれ、元の姿にこれで戻んのかな。私の魔力はその壺の中に閉じ込められているみたいね。ほら、でっかくなれ。お、来ました。これで魔力が戻るといいんだけど。そんな、お姉様の姿が変わっていない。魔力は戻らなかったのですね。ん？お、メラこれ。そう、こいつ魔法使いって言ってたもんね。一回も魔法使ってねえじゃねえか。ご心配なく、この通りすっかり元通りよ。魔力が頭のてっぺんからつま先までギンギンに満ちているのがわかるわ。ですがお姉様、そのお姿は？年齢までは元に戻らなかったみたいね。でもせっかく若返ったんだし、まあいいわよね。まあお姉様らしいですわね。なんだかそのお姿のお姉様も愛おしく思えてきましたわ。ところでねえ、お姉様、シュウ様のこと気づいていまして？ええ、もちろんよ、セイニャ。あんたも気づいたみたいね。さすが私の妹だわ。あ、僕ね、勇者なんですよね。
命の大樹に選ばれし勇者を、こうしてあなたと会える日をお待ちしておりました。ゴエルが言った。私たちは勇者を守る宿命を負って生まれた聖地ラムダの一族、これからは命に代えてもあなたをお守りいたします。あなたは災いを呼ぶ悪魔の子などではありません。里の者から聞かされていました。私たち姉妹が探し求める勇者は瞳の奥に温かい光を宿していると。まあ私は最初にあんたを見た時から全部わかっていたけどね。勇者を守る聖地ラムダの一族か。俺の読み通り、どうやらお前は本当に世界を救う勇者みたいだな。あんたにはまだ話したいことがいっぱいあるんだけど、その前にちょっとだけ付き合ってほしい。 OK。 もう一人助けてあげたい人がいるの。ここからしか入れない部屋があるはずだから、一緒に探してちょうだい。いいでしょう。あ、もう一人仲間になるの。これパーティーって何人まで入れるんだろうね。とりあえず一回回復してこよう。一回回復してきまーす。よし、でどこ行けばいいんだろう。これとかは割れないんだ。でももう敵はいなさそうだね。とりあえず一通り倒したから、宝箱とか欲しいな。これ割れないのか。なんかどっかにアイテムありそうな感じなんだけど、持てないね。持てない。上行こう。もう一戦バトルあんのかな。まあでもまあいいでしょう。でここもあれ、なんか一個ぐらいアイテムありそうな感じあるけど、この奥か。ないね。なんも。行っちゃおう。行っちゃいます。お、あー、ここもあれか、インペルダウンか。あ、なんでもう敵いないんじゃないかな。ここで見張ってたみたいな感じ。まあどこもかしこも牢獄ばかり、なんだか物々しいですわね。おい、そこに誰かいるのか。この人かな。もう大丈夫よおじさん、あの悪い竜は私がやっつけたわ。いや、ありがてえ。もう少しであの魔物たちの餌にされるとこだったぜ。まったく、あんな可愛い娘さんをほったらかしてこんなところで魔物に捕まっちゃダメじゃない。ああ、あれね、あの探してたお父様ね、きっと。え、あんたらまさかあの子ルコを知っているのか。すごい顔色悪いけど大丈夫。心配しなくても大丈夫よ。ホムラの里の酒場で預かってもらってるから、里に戻ったらマスターに俺を言うのね。ありがとう。俺の名はルパス。あんたたちの恩はきっと忘れねえよ。ルパス、その名前どこかで聞いたことがあるよな。そう、神のね、まだどんなあれかわかんないもんね、状況かみたいな。それじゃあ俺がルコが心配だから先に行くぜ。あんたたち本当にありがとな。どっかの王族とかかな、もしかして。にぃゅ、行ってしまいましたね。なんか引っかかるけど、まあいいわ。私たちもホムラの里に戻って少し休みましょう。はーい。あ、でもこれで一段落した感じだね。荒野の地下迷宮を元にした衆たちはホムラの里へ戻り、宿屋で休むことにした。そして夜が明けた。あ、これ開けれそうだね。ない、なんもない。結構なんもねえな、このここ。よし、起きたか。俺たちもちょうど集まったところだ。主人公は一言も喋んないんだね。やっと聞いてもらう時が来たわね。勇者であるあんたと私たち姉妹の使命について。大いなる闇、邪悪の神が天より現れし時、光の紋章を授かりし、大樹の申し子が降臨する。降臨す、てんてんてん。私たちの心に伝わる神話の一節ですわ。あ、これか。このマーク。ゼブルスペルね。そう、信じられないだろうけど、あんたはかつて、その紋章の力で邪悪の神を倒し、世界を救った勇者の生まれ変わりなの。邪悪の神は倒されたはずなのに、なぜ勇者がこの世に生を受けたのか、それは私たちにもわからない。そこで、真実を突き止めるためにあんたを勇者とゆかりの深い大樹の命の大樹へ導く使者として私たちが大抜擢されたってわけ。命の大樹か。そこに行けば全ての謎が明らかになるんだってな。じゃあさっさとそこに行こうぜ。あ、命の大樹ってあの浮いてたやつ違うかな。
あんたってほんと考えなしね。命の体重って、わあ、そうそう、空に浮かんでたよね、前。空に浮かんでいるのよ。簡単に行けると思ってるの。かつて邪悪の神と戦った勇者様は空を渡り大樹から使命を授かったそうですが、その記録も時の流れに埋もれてしまいました。なんだそれ、あんたらにもわからないってことかい。命の大樹ね。ん？待てよ、何かわかるかもしれないぜ。まあ本当ですか。ああ、昨日助けてやったおっさんは実はあいつ有名な情報屋なんだ。おっさん、 あれ命の大樹について何か知ってるんじゃねえか。あのルコだっけ、ルコのお父様。確か迷子のお嬢さんを迎えに酒場まで戻るとおっしゃっていましたね。とりあえず酒場まで行ってみましょう。オッケー、じゃあ行っちゃおうか。でここ、あれ、ここどこだ、あの温泉じゃないのか。ここはどこなんでしょう。あ、ここか。ここ一回も入ったことなかったな。じゃあ酒場屋まで行ってみよう。あ、やっぱ終わろうか、次回にしよう。ちょっとここちょうど区切れもいいし、セーブして。お、すげえ、ゾーンに入ってる。これゾーン継続されるんだもんね。戦い終わった直後に消えなくて。はい、ということで、じゃあ今回ね、これで終わりたいなと思います。バイバイ。